はい、どうも始まりました。始まりましたね、はい、いやいや、千葉どうした千葉。なんか事務所寄らないといけないっつって来れないです。今日はね、千葉さん不在ということで、はい、今日はですね、僕らってフットサルやる機会とかめちゃくちゃあるじゃないですか。めっちゃある、めっちゃある、はい、やっぱその中でも本物のプロと、まあそうね、対戦したりとかさせてもらってる感じですよね、はい、そうですね、いろんなところでね、わけなんですけども、対峙して上手かった選手、ヤバかった選手ね、はい、いっぱいいるよ。まあ僕ら目線でちょっとね、言うのもあれなんですけど、おこがましいけどね、はい、それを言っていこうかなと思うんですけど、興味あるだけ見てください。まあいかにそのプロサッカー選手たちがうますぎるかっていうところだと思うんだよ、はいはい、プロと素人の壁ってめちゃめちゃ高いから、うん、はい、ずっと口酸っぱく言ってるけど、 J3 だろうかなんだろうかプロになった人はもう本当に神です。多分千秋なんかは相当やってんじゃない、まあ日本のトップトップの人とやってんじゃない。はい、やりましたね。香川選手、酒井豪徳選手、柴崎選手、富安選手、原口選手、はいはいはい、半端ないですよ。対モノマネ芸人、もうやばいなって感じなの。もうボール取れないですね。単純にもう遊ばれてましたもん。そりゃそうですよ、はい、そのメンツでしょ、えぐいって。ただ僕らのチームにも一応宮間彩選手いたんですけど、宮間彩さんいたんですけど、宮間さんもめちゃめちゃうまいからね。僕なでしこの中で一番そのセンスがある人だなと思ってたから、足元の技術がエグかったっす。あの人頭いいから、はい、サッカー IQ も高いんだよ、はい、ヤットさんみたいな感じなんですね。そう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 、たのにもかかわらずもうボロボロにされて、宮間さん一人じゃもうどうにもならないって感じでね。和夫さんはあれですよね、あの愛夫くんですよね、FC 琉球時代の愛夫くんがやっぱ一番うまかったと。ねえ、一言も言ってないです。愛夫が上手いとは一言も言ってないです。はい、でも愛夫は上手いのはもちろんなんだけど、はい、外人規格のパワーとシュートだから、日本人じゃ打てない球とか、ワンステップでそのシュートを打つんだみたいな、筋肉の違いなんだろうね。じゃないとちょっと説明がつかないようなシュートを打ってくるのはあるけど、愛夫は下手くそです。技術的な問題ですか。いや、上手いよ。ちゃんと上手いです。それプロになった人ですか。そうそうそう、宮間選手出たからあれだけど、僕幼馴染で宇津木留美って言うんですよ。あれはエグかった。小さい時から2、3歳ぐらいから一緒にずっと球出てきたけど、はい、バフさんの、僕の球をバカ野郎。何を言ってんだお前、2、3歳の頃から僕の球を蹴ってもらってたの。なでしこジャパンだったバカ野郎。お前世界一取ったじゃないんだよ。知ってます、世界一取ったの10年前っすよ。やばいよね。震えましたね。震えるよ僕も。なんじゃそれ。何の話だっけ。対峙してうまかった。僕はでもそのメンバーの中でもやっぱ原口選手うまかった。また別の日にやらせてもらったことがある。何がうまい、何がうまいんだっていうのを知りたい。まず足元のテクニックですよね。対峙してまずオーラがすごすぎてもう取れないんですよ。ボール距離がいいところを保たれるんですよ。まず、はいはいはい、多分こっちが近づくと前が、ね、僕が近づくと原口選手もすぐにもうどっちにもかわせる状態、うん、だからもう動きようがないんです。なるほどね。これ多分動いたら抜かれる。無理無理無理。ヘビに睨まれたカエルみたいな状態ね、はい、そういう時って僕なんか球を見て球をつっつけって言うんだけど、はい、多分その次元じゃないんだよ、はい、原口選手とか、ねはい、そこにいる人じゃみんなそうなんだけど、はい、僕らの代のさ川崎市って高山薫とか権田、今横山市の武田英二郎、森ルミとかさ、はい、プロめっちゃ出てる、はい、半端なかったんだよ、はい、選手の中のピラミッドがあって J リーグカテゴリーとかなんかある中でやっぱマンチェスターユナイテッドとかさ、はい、そういうとこまで行ってる選手たちだから、うん、想像がつかないけど、どのくらい前かって いろんなサッカー選手とかやらせてもらってる。長澤和樹選手とか、はい、マジでうまかった。うまかった。どうやって止めんのって。それこそ香川真司もやったことあるんだけど、くるっと回るターンめちゃめちゃうまいじゃん。あれをドルトムントとかでガンガンやってた時で、はい、あれ絶対やってくるから挟み撃ちしようっつって、はい、で僕と西城の桜井さんお打ち合わせして、誰を誰と誰が挟んだ。いや、そうそうそう、香川真司、真司いて、ここにパーンってボールが入った瞬間に、はい、パーンって行こうっていう作戦を練ってた、はい、で、まんま来たのよ、そのシーンが、はい、センターサークルぐらいで、はい、パーンって入った瞬間にバッてやったら、もう多分後ろに目がついてるかのごとくすごいキレのターンをかまして、はい、そのまま何事もなかったかのように前に進んでったの。で、その瞬間僕と桜井さん見つめ合ってるって、見つめ合って2秒後に笑うっていう出来事がありましたね。プロってすごいのよ。で、本当衝撃度で言うと、だから本当森本が一番だよね。まあそうですね。15歳でデビューして、僕が衝撃を受けた14歳の森本、はい、大学生全員投げ倒すっていう。一人で。一人で。あいつ何も覚えてないけど、中2が一人で全員投げ倒してて、で、センタリングのバーンって上がったら全部競り勝ってた。はいえー、いやもう心折れたんだよ僕、うん、あれで。あ、もうこの人がもう本当にプロになる人だ。そう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 、川崎市内とかだったら負ける気しねえよ、はい、みたいな
感覚でいたわけよ。それがやっぱ相手が14歳大学生となると、まあ、ちょっと面食らうわけじゃん、はい、なんとか1点ぐらい取れたらいいなっていう気持ちでいたの。そしたらもうそいつらをさ全員なぎ倒して、もう僕が攻めても取られるわけよ、体とかバーンってやられて、はい、それを全員なぎ倒してるっていう状況に、もうなんかちょっと泣きそうになって、僕マジで言ってんのかこれ、はい、ダメージを負いすぎて、その日そこでなんかもうちょっと、ああサッカーって厳しいんだなって感じた瞬間ではあったかな、うん、もちろん今森に話しても全く覚えてないし、そんなあったっけみたいな感じなんだ。それがもう武勇伝じゃないですもんね、話にとっては。いや当たり前すぎて、あいつにとってもなんかマンチェスターカップっていう大会があって、マンチェスターにいろんなアヤックスのユースとか、はい、いろんなユースが集まってヴェルディに参加して1試合ごとにチーム MVP を決めていくっていうシーンがあるんだよ、はい、相手の監督だか主将だか自陣の監督とかで投票して決めるんだよ、はい、その試合の MVP、 どの試合も森本ってらしい。本当にね、バケモンだよ。確かにそれはバケモンですよ。そう、バケモンのいいところなんだけど、パラグアイ行って未知数のまま去っていくっていう報道があるんですよ。未知数のまま来て未知数のまま去っていくっていうで、伝説的な文言がね。僕の中でバケモンなんですよ、はい、いやだからもうパラグアイの人に僕は伝えたい、はい、バケモンですよって、はい、サッカー選手がいかにすごいっていうのがね、はい、伝わってくれればいいなと思いますよ、はい、リスペクトしかない、はい、ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは、お願いします。バイバイ。お願いします。